二日目の夜、まさか豊富な金のせいで積んでしまうとは。ちょっと待ってくださいね。めちゃくちゃ揺れたんですけど、揺れがすごい長くて、めちゃめちゃ揺れたんですけど、でも、ネオロサンゼルスは、あれです。その、なんていうんですか、特に被害はない。結構長かったんですけど、今。なんで、この、ちょっと、ネオロサンゼルスで、ネオロサンゼルスでこの揺れだと、震源地の方は結構激しいかもしれないので、もし今見てくださってる方の中に、避難が必要な方がいらっしゃったら、ぜひ、しっかり避難していただきたいんですが、皆さん大丈夫ですか？今、ネオロサンゼルスは結構揺れました。ただ別に。え？震源茨城？